HR5171、または、ケンタウルス座、ボルト766星は、地球から、ケンタウルス座の方向に約12000万2千光年離れた、位置にある、三重ン星系である。赤色超巨星もしくは赤色超巨星から、最近進化した黄色超巨星のいずれかであると、されており、特に直径の大きな構成の一つとして知られている。その大きさについては、 不確実性があるが、太陽の1300倍もしくは1500倍とされている。HR5171 の主星は、接触連星で、より小型の黄色い恒星と同じ物質のエンベロープを共有しており、13046カデタガイを交点している。主星の手前を番星が通過していることを示す。HR5171A の干渉画像 HR5171K には、 少なくとも3つの構成が含まれている。主星の HR5171A は2つの黄色い構成が接触して1304日の周期で好転している接触連星である。接触連星の晩星であるアブは光学干渉法によって直接検出されており AA の約3分の1の大きさであるとされている。2つの構成は 双方を包む物質が構成自体と同期して回転する共通外装の段階にある。9.4秒離れた位置に見える B 星は、スペクトル B0 の青色超巨星で非常に明るく、輝く、大きな星だが、黄色極超巨星の A 系と比べると、見かけの明るさは3等級小さい。HR5171 系と太陽系との距離を3600%すると、 B 星と A 星系は 35000AU 離れていることになるが、実際の距離はもっと離れているであろうと考えられている。HR5171 は後に構成製表として出版されるハーバードリバイズドカタログに含まれている。6.23等級のスペクトル分類、K 型の構成としてカタログの5171番に掲載されている。 1927年には二重性としてカタログに記載されている。1956年に HR5171 は明るさ6.4等級スペクトル分類 G5P 型で色は K 型星よりも赤かったと記録されている。1966年にはコルベンが HR5171 を明るさ6.51等級スペクトル分類 G5P 型で 変更性であると記録している。1969年のカタログには、明るさ5.85等級、スペクトル分類 A7V と記されているが、これは誤りであるとされている。1971年には、HR5171A は、性感現行による3等級の現行と、性周物質による0.5等級の現行により、赤く見えた G8 型の超巨星と同定された。 1979年には HR5171A の絶対等級がマイナス9.2等級と当時知られていた中で最も明るい絶対等級を持つ構成の一つであることが判明した。G8 型とされたスペクトル分類は後の改定された MK システムにより K00A 型に調整され HR5171 が高高度超巨星である基準を満たすことになった。 1973年、1966年のコルベンのカタログに基づいて、ケンタウルスザ・ボルト766世という名称で変更性として認定された。当時、HR5171 は、冷たいカジキザ・ S 型星と考えられていた。この分類には現在は、黄色蝶巨星として知られているカシオペア・ザ・ロウ星のような構成が含まれる。 これらの構成は、ある時は明確に変更し、またある時はほぼ明るさが一定であるので、通常は半規則型変更性に分類され、予測できない現行を示すことがある。詳細な研究により、明るさとスペクトル分類の両方に430日から494日周期の変動性が存在する可能性が示されており、 表面温度は 4000K 未満から 5000K にまで変動すると計算されている。2014年に発表された論文で VLT 干渉計を用いた観測により HR5171A が予想以上に大きかったことと接触連星であったことが明らかになった。また、恒星の周りを覆っている物質の殻も直接観測されている。 2016年の VLT 干渉系による観測では HR5171A の大きさがさらに大きく、より表面温度が低いことが判明した。さらに干渉系は万星アブが主星 AA の前面を通過している画像も撮影している。HR5171 は HR5171 の一方もしくは、 両方の星によって、イオン化されたと思われる非領域、ゴム 48D の中心近くに存在している。恒星と星雲は、太陽系から約4000パーセク離れたケンタウルス腕の中でよく似た運動をしている。ケンタウルスでは、地球から3200から5500パーセク離れた領域にある広大な分子雲複合体の一部である。 ゴム 48D は一つか二つの大型星によって異音化されており、おそらく数百万年前の HR5171 星系の星々によるものと思われる。ゴム 48D の年齢はおよそ400万年と計算されており、この分子毛複合体の中で最も古い日領域である。当初想定された h r 百七十一 b の明るさに基づく計算では、 HR5171 までの距離は3200%、生還原稿による原稿は3.2等級分であるとされた。一方で、マゼランクモにある HR5171A と同等の規模を持つ構成と比較した計算では3700%という値が算出されている。これらすべての計算に基づく、 HR5171 までの平均距離は3600%である。もっと近くに存在しているとする考えもあるが、依然としてこの値が広く受け入れられている。ゴム 48D は RCW80 という名称でもカタログ化されているが、RCW80 という名称はその背後に重なって見える、超新星残骸 G309.2 から0.62、 対して用いられることもある。19分離れた位置に3回星団 NGC5281 が見えるが、こちらは地球から1200%しか離れていない。HR5171 のスペクトルは、明るく黄色い星と青色の長距離星に容易に分離することができるが、第3の構成要素である HR5171 アブは未だ分離されておらず。 そのスペクトル分類は知られていない。AAB 両星とも、星間ダストによる現行でて3から4等級分の、石化を起こしている。HR5171A は、K00 や型の分光標準性として定義、されている。HR5171A は、晩期の G 型もしくは、早期の K 型超巨星としての特徴を示しているが、いくつかの特殊性も見られる。 スペクトルからは、恒星から放出された物質が凝縮したゴミの殻によって引き起こされた強い赤外超過と非常に強い計算使用の吸収が示されている。また、非常に強い青色の超過は多官方鉱属炭化水素の発光による可能性がある。恒星風によって生じる強い気線や高級の限られた領域ではなくより広い領域で形成される連続スペクトルなど、 恒星のスペクトルは広がった恒星大気の影響を強く受けている。事実上、この恒星は実際の表面を覆い隠す疑似光球を持つと言える。青白い HR5171B はいくつかの不確実性があるものの通常の高度を持つ高温の超巨星である B0I ビープ型に分類されている。このスペクトル分類は HR5171B が得意なスペクトルを持つことを示しており、具体的には HR5171B のフラウンホーファー線がこのタイプの構成にしては幅が広く浅いことから来ている。HR5171 の明るさと色は不規則に変化している。HR5171B は明らかに安定しているので、これらの変化は HR5171A の物理的変化、エンベロープの変化、そして2つの構成の色によるものである。一次色及び二次色での明るさの現行の度合いは、それぞれ0.21等級と0.14等級となっている。高度曲線では、HR5171A が接触連成であるという特性によりほぼ連続的な変化が見られるが、晩成が 主星の手前を通過する地点では、極小の時に明確で平らな、底がある。この高度曲線の変化は、地球からは軌道がほぼ真横から見えており、万星 HR5171 アブが、主星 HR5171A よりも温度が高いことを示している。統計的には、二十世紀半ばから二千十三年までの期間における HR5171 系の、 平均の明るさは6.54等級、変更の平均範囲は0.23等級だが、この中には10年にわたって比較的変動が少ない時期や逆に活発に変化する時期があった。通常よりも深い極小を1975年、1993年、2000年の3回観測しているが、この時はいずれも明るさが7等級を下回った。この極小期には、 色も変化し、発せられた光が可視光線から赤外線に変化したことを示唆しており、温度が低下した、もしくは周囲のエンベロープが再生した結果と考えられる。極小期の後には小さな高度のピークが観測されている。全体的に見て明るさの変動は2000年以降かなり強くなっている。可視光の明るさと比較した赤外線での明るさの変化は高度曲線と よく一致し、明るさの変化は色、または現行の変化に関連していることが示唆されている。しかし、BV 色指数には長期的な傾向が見られる。1942年から1982年までの間に BV 色指数は1.8から2.6に増加しており、それ以降はほぼ一定の値を保っている。これは、見かけの明るさの変化とは独立した。 傾向なので、石化とは無関係と考えられ、構成自体が変化していることを示すものとされている。最も高い可能性は、長距離の温度が下がり、サイズが大きくなっているとするものである。変更は不安定だが、ヒッパルコス衛星による速攻では、HR5171 の変更には657日周期の強い周期性が見られた。さらに最近の変更では、 3300日前後に最も強い周期性が示されたが、648日周期のものなどを含む他の周期性も示されている。他のすべての変更に関わらず持続するこの強固な周期性は、1304日の間に2回発生する HR5171AA と HR5171AB の職によるものである。HR5171 は、 変更母子総合カタログでは色変更性に分類され、また高高度青色変更性の可能性があるとしている。HR5171A の創造図 HR5171A の角直径は超大型望遠鏡 VLT で3回測定されており、2回はアンバー干渉計、1回はピオニア干渉計を用いて測定された。どの測定においても、 各直径は約3.3から4.1ミリ秒で地球からの距離を3600パーセクトすると大きさが線対応半径をはるかに超えるという予想を上回る結果が得られた。2012年3月の最も初期のアンバー、干渉系はある範囲の波長の赤外線で観測していた。これに基づく HR5171 のモデルとして最もよく合うのは 主星が鮮明で均一な円盤で、周りを淡く広がったエンベロープが囲み、主星の周縁には小さな起点が付随しているとするモデルである。HR5171AA を取り巻いており、大きな疑似光球を形成している円盤も含めた、角直径は3.39ミリ秒で、これは太陽半径の1315-260倍、赤色超巨星。 ベテルギウスの1.5倍に相当することになる。より小型の HR5171 アブの大きさについては明確に定めることはできなかった。2014年4月に軽バンドによるアンバー干渉計を用いた2回目の観測が行われた。一様な円盤モデルでの最適解とモデル待機におけるロスランド半径の各直径は それぞれ3.87ミリ秒と3.86ミリ秒でほぼ同一になっており、太陽半径の1492-540倍に相当するとされた。2016年から2017年の間に6つの異なる赤外線波長を用いてピオニア干渉系での観測が行われた。この際に開口合成の手法が軌道上における 連星系の3つの状態の画像を撮影するために使用された。撮影された画像のうちの2つでは、アブが AA の前方に見えているが、B は A 系の後方にあると予測されていたので観測することはできなかった。広がった一様な円盤に囲まれた構成大気としてモデル化された HR5171A の高級の角直径は3.3から4.8ミリ秒の 間であることが判明した。これにより、全体として AA と AB の半径は、それぞれ太陽の1575-400倍と650-150倍であると計算された。半径は、統計的には互いに一致しているが、この大きさは、黄色超巨星というよりは、極端な赤色超巨星である。これが、 電星間の相互作用によるものか、異常に赤みが強いスペクトルの誤った解釈によるものかは不明である。地球からの距離を3700%、星間現行によって、見かけの明るさが3点に等級低下していると仮定して、スペクトルエネルギー分布から高度を計算すると、HR5171AA の高度は63万、太陽高度になる。これは予想される。 どの赤色超巨星よりもかなり明るく、黄色超巨星においても極端な明るさである。赤外線スペクトルとの一致から導き出される有効表面温度は 5000K であり、太陽のに4 9 0倍の半径と63万倍の高度から計算される表面温度は 429760K である。星 HR5171 は AA の 約3分の1の大きさとほぼ同じ表面温度を持つ、明るく黄色い恒星である。食の際の高度曲線の形状からは、アブは AA の12%の明るさで、表面温度はわずかに AA より高いとされている。質量は AA と比べるとはるかに小さく、わずか約10分の1と推定されている。正確な特性については、アブを巨大な AA と分離して観測することがほとんど、 できず、スペクトルも区別することができないため、モデルから予測することしかできない。高音の晩星 HR5171B は、太陽の316000倍の明るさを持つ B0 型の超巨星である。放射高度は HR5171A の約半分だが、その放射の大部分は紫外線であるため、HR5171A よりも3等級。 暗くなっている。HR5171A の進化の歴史は、その不確かで珍しい物理的特性と連成系の存在によって複雑なものとなっている。主系列性であった頃の HR5171A と HR5171B のスペクトル分類は、それぞれ O7 型と O5.5 型で、質量は太陽の60倍と40倍であったとされている。 このような構成はあまりにも質量が大きすぎて、赤色超巨星の段階で、IIP 型の超新星爆発を起こすことができず、より高温に進化し、おそらく別のタイプの超新星爆発を起こすだろうと、されている。温度が 5000K であれば、赤色超巨星の段階は置いてもう少し進化した状態と言える。AA はおそらく、ウィンドロッシュローブオーバーフローと呼ばれる現象によって、 物質の一部をアブへ移動させている。これは HR5171A がウォルフライエ連星系に進化する可能性があることを示している。HR5171AA アブ間の相互作用は AA の時点を後転と同期するまで加速させると考えられ、これにより HR5171A は高速回転する高高度青色変更性化 B。 いい星に進化する可能性がある。ありがとうございます。